岩手医科大学の半島と申します。よろしくお願いいたします。我々人の、血液細胞の DNA メチル化を、調べておりまして、人 の, あの血液細胞の、まあ、メチレーションっていうのが、まあ、飲酒とか喫煙とかっていう暴露とか、あるいは BMI とか、まあ、肥満とかがんとかっていうような、まあ、血液細胞を使ってるんですけども、まあ、そういった、疾病との関連というのが調べてきておりまして、まあ、血液の DNA メチル化情報というものを解析していくことで、血液マーカーの可能性であるとか、あるいは分子基準解明の手がかりになるというふうに考えて、着目しております。でこういった暴露や形質や疾患と関連のある CP 上ゲノムワイドに探索する研究手法といいますのが、エピゲノムワイドアソシエーションスタディ、略して EWAS というふうに呼ばれております。で、主に人の血液細胞を用いる研究のことを EWAS と呼ぶのですけれども、現在、パブリッシュされている EWAS のほとんどが、ヒューマンメチュレーション450HN450 という、まあ、マイクロアレイに基づいて研究が行われております。で、一定の、成功を収めているというふうに考えているのですが、480K しか、CPG を、計測しておりませんで、これはヒトゲノムの 2% しか、まあ、測ってない。で、まあ、マーカー探しの候補になってないところがいっぱいあるというところが研究のモチベーションになります。で、それからそういった HN450 はじめ他の、まあ、ターゲットキャプチャーも含めてどういった基準で、そのターゲット領域というのを決めているかといいますと、ざっくりとした基準ではありますが、まあ、プロモーター領域をカバーしよう、 CPG アイランドをカバーしよう、ショアをカバーしよう、 DHS をカバーしよう、 TQBX をカバーしよう、でリピート領域はやめておこうというような基準です。で、こういったのは、主に細胞主観の比較研究から、まあ、こういったふうにターゲット CPG というのの領域が決められてきているというふうに考えておりますが、まあ、それも組織間とか細胞主観の比較には適しているかなと思うんですけれども、個人間の比較、同じ組織、同じ細胞を使って個人間を比較するような EWAS のような研究においては、まあ、必ずしも、こういったターゲット選択の戦略というのはフィットしないんじゃないかというふうに我々は考えております。それで、まあ、既存の、戦略とは全く別に、まあ、個人間を比較して個人間頻度の大きい CPG というのをターゲットにしたらいいのではないかというような仮説を立てました。これを我々はコモン DNA メチュレーションバリエーション、CDMV 仮説というふうに呼んで、それの検証を行いました。で、仮説の根拠としましては、一つとしては、まあ、あれを用いた EWAS を実際に何回かやってみると、まあ、個人間変動が全くない CPG というのがありまして、もう100人全部が 100% のメチュレーションでとか、全員が 0% のメチュレーションとか、そういうのがありまして、まあ、そういった CPG というのはそもそも、まあ、アソシエーションにできないので、まあ、こういったところは除きたいなといったモチベーションもありました。で、研究としましては、東北メディカルメガバンクという、まあ、コホート研究参加者のうち102名を、抽出しまして、その方の血液から、セルソーターを用いて純度の高い血液細胞というのを分析いたしました。分析したのして解析を行ったのが、モノサイトと CD4T セルになります。で、なんで分析したかなんですけれども、DNA メチレーションの作用というのは主にこう3つの段階があるかなというふうに考えておりまして、一つは分かりやすい細胞主観の違い、まあ、モノサイトと 4T だと違うためと、であとはその個人間の違い、あとは、まあ、個人間の違いというのはバルクで見ているものですから、まあ、細胞と細胞の1細胞ずつの違い、まあ、3つの段階があるかなと思うんですけれども、我々は今回この個人間の違いというところに着目をしたかったので、まあ、相当してそれをバルクで比較をするというストラテジーを取りました。できるだけ多くの CPG をカバーできるようにバイサルファイトシーケンスを、ホールゲームバイサルファイトシーケンスを先ほどの102名 ×2 のセルタイプで204度 WGBS を行いました。で、その上で、各 CPG におきまして、まあ、102名のこういったメチレーションメチル化率の分布が出てきますので、まあ、個人間変動の大きさの指標としてその 95% と 5% のこの違い、この差分をレファレンスインターバルというふうに呼んで、まあ、この大きさが
まあ、個人間変動の指標として解析に用いました。それでその、まあ、今回はそのマーカーを探すための、CPG セット、候補の CPG セットというのを選んでくるというような問題設定ですので、まあ、そのあるターゲット CPG セット の、 あの探索効率というのを定義しました。ちょっと複雑なんですけれども、この研究時点で HMM450 で発見されてロバストに関連が、まあ、リプリケート取れたという CPG は269歳とありました。でこれはあの喫煙とか肥満とか脂質とか苦手糖尿病とか総合縮小症とか、まあ、いろんな研究を全部集めて269歳ということでした。それである CPG セットの探索効率というのは、まあ、こういうふうに文章で書いてみたんですけども、例えば HM450 のこうターゲットというのはこの青い集団で、まあ、そこから見つかった基地マーカーというのは赤い集団とします。そうするとまあ450の効率というのはこの青の面積分の赤の面積というふうに定義しました。でこれからまた別の CPG セットというのを作ります。でそうしたときにこの450でしか研究が進んでないので、このオーバーラップしてないところはこうどのぐらいマーカーが見つかるかというのは分からない領域だと。なので、まあ、このオーバー青と緑のオーバーラップを分母として赤と緑のオーバーラップを分子として、まあ、この領域についてはどのぐらいの効率で見つかるかというのは分かるということで、まあ、このここ分のここというようなことで効率というものを定義しまして、でどのぐらい向上したかというのはそのあるターゲットセットの探索効率を、まあ、450の探索効率で割ったものを向上比率というふうに定義いたしました。で、結果ですけども、102名それぞれモンサルトと CD40 の、WGBS 解析を行いまして、大体男女比半ぐらいでして、平均年齢が58歳で SD が11歳というような集団です。で、シーケンスのローデプスが1人当たり大体30かけぐらいでして、で、まあ、あのフィルタリング後に15かけぐらいになりました。で、まあ、いろんな、フィルタリングをかけていくと大体 50% 以上の方で、ミチル化率を計算できた CPG サイトというのが大体 90% ということで、まあ、現段階において、まあ、100% ではなかなか難しいので、まあ、90% カバーするというのは結構頑張れたんじゃないかなというふうに考えております。でそれは、まあ、あのほぼ網羅的な、解析と言っていいかと思っております。で、まあ、BCN の、102人 ×2 種類の204個のWGBS プロファイルを PCA 解析したところが、モノサイトと C40 で明確にクラスターが分かれまして、まあ、これで意味するところは、まあ、個人間の違いよりも細胞間の違いの方がはるかに強いということと、まあ、モノサイトのクラスターが非常に小さく集まっておりまして、モノサイトというのは非常に危険性の高い細胞集団であるということが見て取れました。で CD40 は、TH1 の分解に、内部から TH1 に行くところ の、 リニエースコミットメントキーと言われるようなガーター3の、まあ、その結合部位だけのメチル化率にしたかって色分けしたんですけども、まあ、ここの分布が非常に異例に色分けされていると、今この T セルのサブセット TH0 とか TH1 とか TH2 とかの、まあ、サブ影響によって、まあ、こういった T セル内のバリエーションというのは大きくなっているということが見えて取れました。で先ほどまあ個人間の違いの大きさというのをレファレンスインターバル RI と書いてますけどもを示しますということで、まず一つ、基地の非常に有名な、血液の DNA メチュレーションマーカーとして HRR という遺伝子上にある、非常に有名な肺がんリスクとも関連があるというような、報告があるようなマーカーなんですけども、まあ、そのマーカー周辺のレファレンスインターバルというのを見てみると、まあ、これが上に行けば行くと、まあ、個人間の違いが強いということなんですけども、まあ、例えばこういった P1 みたいな TF のところでこうレファレンスインターバルが抑えられているんですけども、まあ、このマーカーの仕事がこうちょっと上がってくると、まあ、レファレンスインターバルが高いところに、マーカーがあって、
まあ、先ほど の CDMV 仮説をサポートする、まあ、一つの事例ではあるんですけども、まあ、ただ一つの事例では結論は出ないので、より多くの CPG で検証していかなければいけないというふうに考えまして、先ほどのレバースインターバル、まあ、個人間頻度の大きさの分布というものを調べてみました。ここで、グレーのところが WGBS で取られた、まあ、全 CPG のレファレンスインターバルの分布になりまして、青が450の分布で、赤が、まあ、基地マーカーの分布というふうになります。で、一つまず青で、こちらがモーサイトの、プロファイルから計算したレファレンスインターバルで、こちら DSL から計算したレファレンスインターバルになります。で、どちらも同じ傾向があるんですけども、グレーと青を比べますと、まあ、青の方が左なので、まあ、ちっちゃい方にシフトしておりまして、まあ、HM の号令っていうのは、個人化変動が小さい CPG をターゲットにしているということがわかります。で、逆に、今、言い忘れ取りたい基地マーカーというのは、個人化変動の大きいような傾向があるということが、からわかりました。で、そこで、まあ、レファレンスインターバルをこう十分位置で区切っていってみると、レファレンスインターバルが大きくなればなるほど、マーカーの探索、向上比率というのが上昇するというような結果になりまして、EWAS のマーカー選択基準としてレファレンスインターバルは非常に有効な指標であるということが分かりました。まあ、また TSL とモノサイトを比べると、モノサイトの方がその探索効率というのは、まあ、高くなっていくということも、見て取れました。で、じゃあ実際にターゲットとするセットというのを定義いたしました。手法としては非常に簡単で、まあ、レファレンスインターバルが 30% 以上の CPG を選択し、そこからリピート領域というのを、除外しました。で、そうすると、モノサイトのプロファイルからは 2ミリオンの CPG で、TSL からは3ミリオンの CPG が選ばれて、で、まあ、それの、探索効率というのを、計算しました。で、メインの結果というのはこちらになるんですけども、269の先ほどの基地マーカー全てを使った結果で、まあ、他のターゲットキャプチャーとか、RPS とか、まあ、マイクロアレイとかだと、まあ、ほとんど450と、探索効率というのは変わらないんですけども、まあ、モノサイトだと 3.7 倍の探索効率というのが実現できて、まあ、TSL が 2.1 倍というふうな結果になりました。それでこの269の基地マーカーというのは、ポピュレーションベースのスタディで見つかったものと、ケースコントロールで見つかったものとっていう、まあ、2種類ありまして、それをこう分けてみても、ややポピュレーションベースの方が、効率の上昇が大きいんですけども、まあ、どちらでも、強い、向上というのが認められて、まあ、今回のセットというのはポピュレーションベースのスタディでもケースコントロールスタディでも両方でも有数であるというふうなことを考えております。で、まあ、こういった結果から CDMV 法というふうに我々の方法を名付けているんですけど、 CDMV 法によって選択された CP セットによって、まあ、効率的なマーカー探索が可能になるというふうに考えております。それでちょっと、先行研究と CDMV 法の違いというものを詳しく見てみました。で、少し図がちっちゃいんですけれども、まあ、機能アノテーション と、それぞれの手法の CP セットというのを見比べてみますと、まあ、先行研究では機能領域というのが相当されます。機能領域というのはこういったプロモーターですとか、CPGI とか、あとはその DHS や DFPS とか、あとはピストンマークから分かるような、まあ、いわゆる機能領域というものが強く演出されておりまして、で CDMV 法に関しては、まあ、少し演出されているところがあるんですけども、まあ、他のところほど激しくないと。で、ちょうど結果を示しましたが、機能領域のレファレンスインターバルというのは、まあ、機能領域というのは個人間の変動が結構小さいことが、分かりまして、なのでその結果、まあ、先行研究というのは、まあ、既存のマイクロアレイとかターゲットキャプチャーの領域というのは個人化変動の小さい領域をターゲットにしているということも分かりました。で、個人化変動のじゃあ大きい CPG の特徴というのは何だろうというふうに考えたときに、一番強い傾向を示したところからお見せいたしますと、まずその、まあ、100人のメディアのレベルによって、まあ、その CPG が、ハイプなのか、インターミディエイトリーなのか、ハイパーミチュレーテッドなのかと、まあ、その3つのカテゴリーに分けますと、まあ、中程度にミチュール化されているところって
CPG っていうのは非常に強い個人間変動を示しまして、まあ、続いてハイパーでハイプをハイプを導いている CPG っていうのはほとんどその個人間変動がないというような結果が得られました。まあ、これも似たような結果なんですので、まあ、要は個人間変動の大きい CPG っていうのは、インターメディアトリメチレートと CPG に強く演出されておりました。で、先ほどちょっと冒頭で申し上げたように、プロモーターとか CGI とか TUB ストック、THS とかヒストマークとかの機能領域とかいうのは、個人間変動が小さいというような結果が得られまして、考察としましては、まずそのインターメディエートにチェット CPG と個人間変動というところがリンクしているという結果は、個人間変動というのはさっき、この個人間変動なんですけども、インターメディエートにチェットということは、このセルツーセルバリエーションが大きいという考え方でができるのかなと思いまして、なのでこのインターインビジュバリエーションとセルツーセルバリエーションが強くリンクしているというようなふうに考えております。でその背景としましては、いろんなモレキュラーなコンストレントで、セルアイデンティティを定めるような、それを維持するような、コンストレントが強いところというのは、個人間変動が小さくて細胞間変動も小さいだろうと。で、おそらくは細胞主間の変動というのは大きくなる。で逆に弱い領域というのは、個人間変動も、設定するバリエーションも大きくなって細胞間変動が小さくなる。で、インオスのような個人間の差に着目した研究のターゲットとしては、こういったところがターゲットとして有用なのかなと考えておりまして、で、逆に細胞主観の違いっていうのを着目した研究っていうのは、機能アノテーションに基づいて、選んだこういったような領域っていうのがおそらく優秀になったというふうに考えております。で、結論としましては、個人間変動の大きい CPG を要はそのターゲットする戦略、CDMV 法によってマーカーの探索効率が大きく向上するということでございます。で、CDMV の、ものというターゲットセットは2ミリオンの CPG を含みまして、これはマイクロアレイやターゲットシーケンスによってカバー可能な、現実的にカバー可能な個数であるというふうに考えておりまして、CDMV 法による EOS というのが、エピジェネティックマーカーの探索での加速というのに貢献するだろうというふうに考えております。この場を借りまして、これらの方々で、お礼申し上げます。こういった論文に結果が出ておりまして、面白い